こんにちは、海です。はい、今回はですね、先日、もうネットでめちゃめちゃバズっていましたオリーブヤンググローバルのですね、まあ、夏のお得なキャンペーンで、購入したもの、私は、全部で3回購入したんですけど、そのうちの1回目届きましたので、購入したものをですねご紹介していきたいなと思います。韓国コスメが好きな方、美容が好きな方、ぜひぜひ続きもご覧ください。はい、全部で今回購入したものは5点になっております。10点じゃなくて5点です。はい、じゃあまず1つ目ですね。1つ目はこちらです。初めて購入しました。これが S ネイチャーでいいのかな、S ナチュレ、ごめんなさい、読み方がわかんないんですけど、こちらのクリームを購入しました。これはあの 60ml と 30ml がねセットになってるよっていうやつになってます。で、中開けてみますと、こんな感じの銀色のパケのね、これが 60ml のクリームですね。で、あとこのちっちゃい 30ml のクリーム、こんな感じでついてました。これね、すごい気になってて、あの今から使うの楽しみです。まずこのサイズから使って、このサイズに移行しようかなって思ってます。続きまして2つ目はこちらです。メイクプレムでいいのかな、わかんないんですけど、こちらのね、あの洗顔を購入しました。で、中開けてみると、これもででーん、150ml かな、150ml の原品のチューブが2本セットになってるよっていうね、お得なものになってます。結構ね、私の顔ぐらいのサイズなので、まあ、長さがね私の顔ぐらいなので、結構あの大きくてたっぷり使えそうだなっていう印象です。めちゃめちゃなんかその韓国でさ、あの評価がいいみたいで、ずっと使ってみたいなと思ってたので、早速ね、あの今晩から使っていこうと思います。で、3つ目です。3つ目は同じくメイクプレムのこちらはクレンジングミルクになります。こんな感じでね、あのポンプ式の使いやすそうなプラスチックのあのクレンジングのミルクと、あとはサンプルサイズの UV クリーム、同じくサンプルサイズのクレンジングミルクが入ってました。これがね、あの陽キャの人だったらね、あの旅行に行くときに使うと思うんですけど、私は引きこもりでワンちゃんズもいて旅行には行かないので、お家でじっくり使おうと思います。あとね、コットンもついてました。これも旅行にぴったりっぽいですね。はい、こんな感じ、これも使います。はい、続きまして4点目です。ちらっと見えてるこちらですね。はい、魔女工場のあのクレンジングオイルと、クレンジングオイルとトナー、ブラックヘッドポアトナー、化粧水ですね、化粧水のサンプルと、あとはブラックヘッドキルパッドっていうなんかパッドのサンプルがついてるよっていうものになります。これは中開けてみるとこんな感じ。これももう大容量サイズのねクレンジングオイル。これはあのリピートになってて、前に使った時に鼻のザラザラがねすごい綺麗になって、あの私は毛穴汚れがしっかり落ちたので、これはリピートで購入しました。じゃあ最後の5点目は、めちゃめちゃ映るな VT のプログロスマスクです。めちゃめちゃスイッチが反射してますね。はい、で、これは6枚入ってるよっていうお得なものになっております。これもね一回使ったことがあって、結構好きな感じだったので、リピートして購入をしました。
めっちゃ安かったです。これセールで多分400円ぐらいだったんで購入しました。でもうセール自体は終わってしまったんですけど、今回の合計金額私はこんな感じでした。はい、めちゃめちゃお得じゃないですか。はい、なのでね、あと2回今度はコスメがねドドンドドンって届くので、またその届いたコスメもね、ご紹介していきたいなと思います。今日の私の購入品紹介はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。